仏教大学はこちらをご覧ください。ここでは教員免許取得について紹介されています。教員免許を取得する学生の多さが仏教大学の特徴の一つ。2014年3月に卒業した1500人を超える学生のうち、なんと約950人もの学生が教員免許を取得しているんです。この大学の大きな魅力が免許編集制度。これは在籍する学部学科では通常取得できない種類の教員免許を通信教育課程の授業を通じて取れるというものです。今回は日本文学科の学生を例に挙げて取得できる教員免許を説明します。まず中学高校の国語と高校の書道、そして特別支援学校の教員免許が取得できます。さらにこの制度を利用することで取得できる教員免許の幅が広がります。幼稚園や小学校、さらには中学高校の英語や中学の社会などにもチャレンジできるんです。勉強は大変になりますが、将来の選択肢がぐんと広がりますね。大学によるバックアップ体制も万全。教職支援センターが論文の添削や面接対策などのサポートを行っています。そして何より力になるのが、同じ夢を持つたくさんの仲間の存在。お互いに刺激し合って勉強できる環境なんですね。仲間と一緒に先生になりたいという夢を叶えてください。